はいどうも、カップ園長です。じゃあね、え山本太郎が。っていうことでね、えーと、なんかね、レベルアップ、ね、太郎だけレベルアップみたいな。<laughs> <laughs> 何、こんなとこでも半島流ですか <laughs> その、よそでやってもらっていいですかね。<laughs> しかも、これ、どこがレベルアップなのか、もうね、何回読み返しても、もう、笑っちゃうよな、ほんと。これ、正気かよって思いますけどね。 これ本人の発想なのか誰か入れ知恵してそれをやらせたのかなんか知らないですけどね <laughs> もう国会議員辞めたらっていうか政治家辞めたら、ね、ただ政治家辞めてもねその程度でなんか勤まるほどその業界も甘くないと思いますけどなんかねあの太郎山本さんがねショベルカーショベルカーの免許取得って書いてあるんですよ。<laughs> 何この土木業界に ね、トラバイをするつもりなのかなと思ってでもねそれはそれでこの土木とか建築この,その作業系をこの仕事をなめてるよねんななんかしかもこれよく見たらねなんかその小型特殊免許とかなんかそういうんじゃないんですよいわゆるその業界内社内なんかそういうもっと狭い地域でこの通用する要はなんか社内資格みたいな,なそういう講習を受けたっつうだけらしいんですよね だからなんか嘘つきながらなんかみっともしょっぱくせえしかももう現場でこのねこの、えー、だってほらこの自衛隊の人たちのこの活躍とは別にね地元のこのねこの石川能登のさうん実際にこのーどよらやめにあったこの道路もうなんか それぞれぞご近所さんのこのねあのねあ重機とかこの作業用機械をこの操縦できる人たちが何人か集まって、はい、1、2ってね、うん、もうひび割れてボコボコでもうベコベコになってこのなんか道路を直しちゃったとかさ、ね、そういう人たちがもうすでにいるわけでしょ。うん、何,の何のアフォーマンスですかね、この人。<laughs> ことごとくなめてるとしか思えないんですけども、うん、世の中をなめてるよね。うん 政治をなめてるだけじゃない世の中なめてるよ。うん、でしかもあれですよこれでもう一つ、ね、階段上がった形での関わりをしたい。また能登に行くらしいよこんなもんで。<laughs> ねうん、政治なめてるし、ね、この被災地、ね、石川のと舐めてるし、ね、でもってこの建築土木この作業なめてるし <laughs> ふざけすぎだろこいつほんと。 でなんかブルドーザーやトラクターなんかこの国会内でわざわざ会見まで開いてねこんなことひけらかしてるんですよあもうアホも大概にしろよなアホ太郎が、えー、ブルドーザーやトラクターショベルなどを運転できる免許を取得したって書いてあるんですけど逃走をもうちょっとよく調べてから書けよこれ免許じゃないんだよね、えー、山氏はもう一つ階段上がった形での係をしていった方がいいと思ってお前松橋デーじゃなかったのかよ <laughs> で重機の免許取った 小型車両系建設機械免許、今月19日に取得したって書いてあるんですよね。これ見るとほら普通にこの免許証に、ね、なんかこの1って、ね、なんか特殊免許のこの小さい方のところに1ってこの入りそうなあれ今の免許の区分ってどういうふうになってんだっけなんかそういうところあったよね、うん。でもそういうんじゃないんですよね。うん 能党、えー、半島地震で山本氏は横に野党部長に入って現地の悲惨な状況を視察していたカレー食ってクソタれで帰ってきやがったくせに <laughs> 何言ってんだよな、えー、政府の初動が遅かったまだこんなこと言ってんだ能党、えー、半島も切り捨てられる危機感をあらわし24日に行われた国会の閉会中審査でも質問に立っていた えこれまでも、えー、全国の被災地を訪れている山本市は災害対応で重機を扱えるボランティアの不足を痛感自ら取得し現場で生かそうと免許を取得した小型車両系建設機械免許は3トン未満のブルドーザーやトラクターショベルなどが運転でき瓦礫撤去は資材運搬などができるようになる山本市は動かす資格はあるがちゃんと動かせるようになるためにはやはり練習を積まなきゃいけないと即戦力にはならないものの準備をしているという えー、さらにチェーンソーの資格も取得する意向を明らかにしたと。<laughs> もう政治家辞めた方がいいんじゃないのだったら、ねうん。小型車両系建設機械免許、ね。そんな免許存在しないのに勝手に作ってるんですよね。うん、だからこの小型車両系建設機械の運転の業務に関わる特別教育っていう講習があるんで、その講習を受けるってことですかね。だからその 技能,技能講習修了証がもらえるんだよって、これ免許じゃないです。いわゆる運転免許証の類ではないですね。うん。逃走は大概アホだな、やっぱり。うん。だってそもそもさ、事業主がこの従業員に対して取得させる講習ですよ。うん。だからこのなりわいとしてない、この、例えば DIY なんかのそういう人たちにとって、ね、なんか必要なもんでもなんでもなくてで、しかも本業は本業でこんなペーパーなんか雇ってくんないじゃん。 ね、しかも被災地でしょ。うん。だから講習を受けるだけだったら、ね、別になんか、もうだから暇なんだろう、こいつ。政治家として仕事してない証拠だよね。うん。だから、まあ、公のなんかこのね、許認可が下りる、だから印鑑を押される行員ってやつですかね。うん。そういう免許の類ではないってことですよね。うん。だから、てめえんところなんだろう、自社敷地内だけでしか通用しないみたいな。 そういう類ですかね。うん、技能講習ですらないんじゃないのこれ。ね、免許、技能補修、特別教育、うん、なんかそういう感じで、だんだん、もう程度とか、なんか範囲が狭まっていってたと思うんですけども。なんですかね、引退前準備ですか。うん、いいんじゃないのね。だって発想として免許取り立てで被災地に行く。ね、なんかさすがに本人もこのままじゃだめだみたいなこと言ってたけど、ね。 うん、土台無理だよ、やめとけ、うん。それこそなんか迷惑かけるだけじゃんな。本、う、当、ん、余計なことしか,かん、てかもうほん、あれだね、あのー、もう政治家、うん、本当にやめた方がいいよね。うん、ねほんと山本工務店開業した方がいいんじゃないですかね。うん、だからもう本当に邪魔することしか考えてないな。国会議事堂にでも,も突撃するつもりかな、このキャタピラのやつで。 ケタ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 みたいな感じでさ、うん、もう経験ないやつほど恐ろしい迷惑なものはないでしょ。現場からしたらね。だからもうこの人どうやったら目立てるか、それしか考えてないっすよね。うん、もう政治活動をやめて、ね、そっちの仕事したら、でもなんかいきなり一人前、一丁前の仕事なんかできるわけねえからさ、ね、うんあのー、被災地じゃなくて、うん、どっかなんか、 安全に作業に集中できるところで、うん、5年ぐらい見習い,見習いとしてこの積んでこいよ、うん、話はそれからじゃないですか、ね、建築土木作業なめてるよな本当 <laughs> 失礼だよ普通に、うんね、だからそれともあれかな国会にショベルカーで乗り込んでってチェーンソーを振り回すそういう計画の一環ですかこれ <laughs>、まあ、ドリルとかドライバーよりは強いのかな ね、税金使って遊ぶのも大概にしろよ。なあ。うーん。アホだよな。まあ、簡単に取れる資格って言ったらちょっと語弊があるんですけど、まあ、あの、よっぽどなんか、あの、とんちんかんな人じゃなければ、2日3日で取れるらしいですよね。講習受けて、あとまあ、実技試験があって、まあ、一応この形だけっていう風によく言われてますけども、それはもうほとんどセミプロみたいなね、うん、あの <laughs>、 とりあえず、うちうちでねあの、実際に動かした経験はあるんだけど、ね、本格的にあれするんだったらちゃんと取ってこいよみたいな、ウィースみたいな、そういう人はやっぱ入っちゃっちゃって、ね、手慣れたもんなのかもしれないけど、<laughs> 太郎山本さんみたいな人はそんな簡単にいかないと思いますよね。まあ、要はこの数こなして、ね、ばかつ踏んで、経験積んで、慣れていかないと、やっぱ使い物になるわけないですよね。これからの登の復興作業参加はもう土台無理でしょう。 確かね、なんかいわゆるこのバックフォーみたいな言い方するやつあったでしょ。あれをまともに使えるようになるまで2年ぐらいかかるんですかね。うん。そもそもが、ね、現場作業員やってる人たちでですよ。うん。ね、引っ掛けたり転んだり怖くてたまんねえよっていうね。うん。まあでも山本工務店でいいんじゃないですか。ね。うん。まだそっちの方がいいんじゃないの。はははは。